皆さんこんにちはレック専任講師で司法書士の雲野と申します今日は、えー、宅検受験生に送る不動産登記法のその二としまして、えー、15分でわ、えー、かる、ねあのー、仮登記申請と単独申請のお話これをですねあのー、お話しさせていただこうと思います 宅建の試験で不動産登記法を出題される中で仮登記からの出題と単独申請についての出題というのは結構見られます私もあの近年の宅建試験全部不動産登記法を解いてみたんですけれども仮登記についてと単独申請非常にあのよく出ている印象がありましたですから今日は15分でなんとかですねこの仮登記と単独申請マスターしてー不動産登記法をがっちりものにしていただけるようなそういう動画を用意しましたのでどうぞお役立ていただきたいと思います さあそれではじゃあ早速ですけれども仮登記申請についてあまず仮登記について、えー、そもそも簡単に説明させていただきます仮登記というのは普通の対抗力を持つ登記ができない事情があるときにとりあえず順位をキープしておく、えー、登記の順位をキープしておくために行う登記申請だけれども、えー、仮登記というのは、えー、半人前な登記でしてこれを押しただけでは順位のキープはできるんですけれども 対抗力は備わらない。将来対抗力を備えるためには本登記と呼ばれる投記をしていかなければいけないということになります。仮投記についてちょっと今、あー 画面にお見せしてますが例えば A さんから B さんへのこの所有権移転仮登記というのが入ってますが普通の登記ですとこの下半分に余白っていうのはあきませんところがこれ仮登記は余白余白余白でなんで余白余白余白って書いてあるかというとこれ下半分何も書いてないとデータである登記記録文字化けして文字が飛んじゃったのかとこれを閲覧したりした人が不信があるかもしれないそうじゃないんだよあらかじめ予約な余白なんだよ何も書いてないんだよってことを表すために。 余余余白余白余白と入りますでこのように下半分が空白になっている投機のことを仮投機と呼んでこの仮投機は順位2番という、ね、順位番号をこそキープできましたが対抗力のない半人前な投機だということになるんですですから対抗力を備えるためにはやがてこの本投機といってこの余白の部分を埋める投機申請をしていかないと対抗力は備わらないそういう半 <laughs> 人前だけれどもでも順位をキープできるというね働きをしてくれる投機これが仮投機と呼ばれるものです。 そして仮登記、一体どういうときに申請をするのかと申しますとその上に書いてあるんですが実は2つの種類に分かれてまして1号仮登記条1号、不動産東京105条1号というです、ね、根拠条文です。1号仮登記という場面ともう1つ、105条2号2号仮登記と呼ばれる場面と大きく対別されます。 さあではまず一号仮登記から説明していくと一号仮登記を申請する理由としては三つ考えられます、えー、動機が三つある一号仮登記を選択する動機として三つ考えられるということですまず一つ目、えー、登記義務者登記義務者というのは、えー、例えば売買による所有権移転だったら売り主さんのことです売り主さんが登記申請に非協力である場合、えー、売り主相手にすでに裁判を起こしているまたは訴訟提起を検討しているなどです 義務者売主さんが登記申請に非協力後でお話をしますが登記申請というのは登記権利者と登記義務者売買による所有権移転だったら買い主さんと、えー、売主さんで共同して登記に協力して申請していかなければいけないいわゆる共同申請主義というのを採用しています。 売買、えー、による所有権移転だったら、えー、売主さんと飼い主さん売主さんのことを義務者飼い主さんのことを権利者売主さんと義務者共同して登記申請に協力してもらわないと登記が実現しないそういう共同申請主義と呼ばれる、えー、原則を採用しているところその協力は不可欠な義務者が登記申請に非協力であるということになってしまった場合に権利者である飼い主さん一人では登記申請できませんからそういった時に とりあえず順位をキープしておくために、えー、仮登記をお申請するということになるわけなんですで、もう一つ丸 ② 登記識別情報を添付できない登記識別情報については今日はここは詳しくは説明しませんが、えー 所有権移転登記に必要な登記識別情報これは義務者があ売り主さんが持ってるものですで。売り主さんがこれを忘れちゃったとかなくしちゃったとか言ってるような場合これを添付できないとお普通の登記を申請できません。でそこで、えー、順位をキープする仮登記をお、ねえー、入れてとりあえず順位をキープしようということがあ動機になるわけなんです。もう一つ 第三者の許可同意または承諾書を添付できない、まあ、例えば、えー、農地の売買などで農地法の許可書なんていうのが所有権の移転登記に必要になるんですねこれはまた、えー、ちょっとハイレベルな話ですがそういった農地法の許可書せっかく許可が下りたのに登記申請までなでなくしちゃったとかいう場合これ農地の所有権移転登記って、えー、できなくなっちゃうんですね。農地法の許可書を取りり直さなななけければいけなくなります ととなるるロスが生じるそのロスの間に売り主さんが二重に売却してその二重に売買をした第二の飼い主さんの方に所有権移転登記が先に入ってしまったら皆さんご存知の通りり177条の対抗関係で第二の飼い主さんが先に登記を備えたらそっちが勝っちゃいますよねですから第一の飼い主さんは焦るわけなんです。ですのでやはり登記申請は急ぎたい。 で,でも農地法の許可書を取り直すまでに時間がかかるでそういったときにとりあえず、えー、仮登記を申請して、えー、順位をキープしておけば安心だということなんですね。でこれはこの「○○○」でも同じことです。義務者が非協力で、えー、義務者が非協力で裁判に打って出なきゃいけないで日本の裁判は長くかかるからその間に義務者が第二譲渡しちゃって第二回い主さんには移転登記を備えちゃったら第二回い主が勝っちゃうそれじゃ困るからとりあえず仮登記を入れる。 登記識別情報を添付できないのもそうですね登記識別情報を添付できなくても実は代替手段があるそれで登記可能なんですでもその代替手段だとどうしても時間がかかってしまうだからその間に第二飼い主が現れて登記が実行されちゃったら第一の飼い主は偉い損ですですのでその間第一の飼い主さんは順位をキープするために仮登記を申請しておくそういったメリットがあるということなんですね ではこれが1号仮登記を申請する理由でその1号仮登記の見本が、えー、このように登記の目的所有権移転仮登記で、えー、原因は平成29年1月7日売買、ね、これも売買は起こっているだから所有権は B に移転してるんだけれども先ほど言った3つの事情等で、えー、普通の登記を選ぶことができずただ順位2番はキープしたいのでこうやって仮登記を入れたということですそしてもう一つ2号仮登記 これはどういうい場合か1号と違ってこちらは物件変動がまだ生じていないだから所有権移転なら所有権移転がまだ生じていないだけれども将来において権利変動を生じさせる請求権が発生している場合具体的には、ね、あの例えばちょっとこの2号仮登記の具体例いうのを見てみてください条件付き売買契約なんかをしたような場合なんです。条件付き所有権移転仮登記で29年1月7日に売買はしたんだけど 売買代金完済を条件に所有権が移転しますよというような条件付き売買契約を締結したような場合です。で、え条件付き売買契約を締結すると、これだけでは条件未成就だと所有権の移転の効果がまだ生じてないんですね。えー、売買代金完済するまでは所有権移転の効果が生じていない。で、その所有権移転の効果が生じるまでの間に。 A さんが例えば第2の譲渡をしちゃってそちらに所有権の移転登記が備えられてしまうとそれは B さんにとってこれは二重譲渡で負けたとといいうことになってしまいますですから売買代金決済完済までの間にまだ時間があって所有権の移転がまだ先 それが起こるのがまだ先であるような場合には A さんに二重譲渡され A さんが二重譲渡して他に C さんなんかに売って C さんに登記が移転されちゃうということにならないように B さんは代金完済までの間に順位をキープするために2番の順位をキープするために仮登記の申請ができる、ね。 つまり、この1号仮登記と2号仮登記の違いは1号仮登記がもうすでに売買による物件変動所有権移転が起こっているだけれども、この3つの理由から普通の登記ができないそこで仮登記でもって順位をキープしようというものであるのに対して2号仮登記というのはまだ所有権移転が起こってない代金を完全に払わないと所有権移転が起こらないというのは条件をつけていたような場合です。で物件変動がまだ生じてないな だけども今、えー、順位を仮にキープしてお,く、えー、あのおきたい仮に順位をキープしておきたいという時にやるのがこの2号仮登記ということになります。でそれではじゃあこの仮登記一体誰が申請するか原則仮登記もやはり権利者、義務者買い主、売り主の共同申請になります。 ただし例外が2つありまして仮登記対抗力ないからまあいいんじゃないってことで仮登記権利者つまり飼い主さんに当たる人ですね飼い主さんから1人で申請することが認められています2つそのさらに分類されまして仮登記義務者これ売り主さんのことです売り主さんが飼い主さん1人で単独申請することに承諾書を書いてくれた場合 もう一つが裁判所にあの申し立てをしまして飼い主さんが仮登記を命ずる処分の決定っていうのを発令してもらった場合仮登記を命ずる処分の決定っていうのを発令してもらうとこれどちらかに該当すれば飼い主さんが1人でで仮登記の単独申請ができるということになるんです。このように仮登記申請は原則共同申請だけれども売り主・飼い主ね。だけども 対抗力がないからこそ飼い主である仮登記権利者からの単独申請をこの2つの場合に認めているということを覚えておくといいんじゃないかと思いますさてそれでは仮登記の抹消も宅っで試験出てますよね仮登記の抹消も原則やはり共同申請になりますただやはり、えー、申請時に単独申請でよかったこととの関係上抹消、えーあのー、の時にも単独申請の特則が用意されていますそしてこちら3つの特則がある 1>, 1つ目仮登記名義人本人が登記識別情報というものを提供して本人からする抹消単独抹消もう一つ利害関係人が仮登記名義人の承諾書を提供してする、えー、単独抹消これはですね例えば下のこの図見てみてください。A さんが B さんに売買をして B さんが仮登記を備えていたでその後 A が C にこれ A が C に二重乗として C さんの方には普通に登記が入っちゃったまさにこれ A から BA から C の二重条としたような場合ですでこのような登記が入っている時に B さんがまさにこれ仮登記しといてよかったですよね2番の順位キープしておいたので、えー、B さんが、えー、いざ本登記この余白の部分に本登記をすしますと、えー、B の勝ちになります。 仮に順位をキープしておいた B の勝ちになるそうするとね、C さんの登記って抹消されちゃうんです C さんの登記って抹消されちゃうで、この C さんがここでいう利害関係人なんですつまりこの C さんというのは B の本登記がされたら自分の登記が抹消されてしまうというえそういう利害関係人ですからどうしても C さんがこの B の仮登記を抹消したいという風うに考えるのはこれ納得です こういった場合ににには B B 交渉して B に承諾書、まあ、つまり C はお金払うんでしょうね C は B にお金払って B の承諾書をもらえればその B の承諾書を持って C さんが C さんがですよ B の仮登記を一人で抹消できるってことなんです。 C が B の承諾書を金で買い取ってねで B の承諾書を持っていけば C がこの2番の仮登記を1人で抹消することができるそれがこの利害関係人から仮登記名義人の承諾書を提供してする利害関係人の単独抹消ですでもう一つ仮登記義務者から仮登記名義人の承諾書を提供して単独抹消これは何か仮登記義務者仮登記義務者が仮登記名義人の承諾書これはね下の図でいうとこの A さんなんです。 A さんが B さんの承諾書をもらえればえこの B さんのえ仮登記を A が単独で抹消することができるこういう方法もございますまちょっとこれは竹の試験にとっては難しいかなと思いますけどね、えー、以上でこの B の仮登記を単独で抹消できる3パターン B 自身があ自ら単独で抹消する場合と C が B の承諾書をもらって B の仮登記を単独で抹消する場合と a が b の承諾書をもらって、えー、b の仮登記を単独で抹消する場合とこの三つの場合に単独抹消を認めているということになりますさあそれではこの今単独申請のお話をいたしました、えー、次のお話はもう時間はあれなんですけど、えー、共同申請の、えー 原則と単独申請の例外共同申請というのは、えー、権利者、義務者2人揃って、えー、司法書士のところに頼みに来なさい2人揃って登記に関与しなさいということが原則であるところ、えー、今見た仮登記申請や仮登記の抹消などのように、えー、1人で、えー、申請することができる例外というのがある。 その例外としての単独申請で、えー、宅建の試験でいくつか出てましたよね、今ご紹介するものを覚えておきましょう、まず不動産の表示に関する登記、これは土地川区調査士さんに依頼して行う、表題部にする登記です、これはあの単独申請ができる、そして、えー、所有権の保存登記、そして所有権保存登記の抹消登記、そして、えー、相続による登記、えー、または合併を原因とする登記、えー、相続による移転登記、合併による移転登記。 そして、えー、住所が変わった結婚して氏名が変わったなどの登記名義人表示変更、えー、に代表される登記表示というのは名義人の住所と氏名のことです結婚して氏名が変わった、えー、住所が移転したなどの登記を指しますそして判決に基づく登記、えー、これはあの細かいことはちょっとここでは割愛させていただきますで収容による所有権移転登記これもちょっと細かい説明は割愛させていただいてそして信託の登記 そして9が今やった仮登記申請および仮登記の抹消登記、まあ、あの7・8なんていうのはちょっと難しいかもしれませんが6・7・8あたりはね、えー、その他の1表示に関する登記保存登記保存登記の抹消登記名義人の住所・氏名が変わった表示変更、えー、に代表される登記判決による登記収容による移転登記信託の登記仮登記の申請今やった抹消こういったものが単独申請できるよということを覚えておくと卓研の試験に役に立つんじゃないかなと思います。 で、えー、今日お,お話をしたこのレジュメは渋谷駅前本校にレックの渋谷駅前本校に来ていただければ皆さん方に無料でお渡しをしてます画面上でちょっと見にくかったあれ欲しいという方はどうぞ遠慮なくレックの渋谷駅前本校にいらして、えー、15分でわかる、えー、宅検の受験生のための、えー 不動産登記法のレジュメくださいとどうぞ遠慮なくお申してください、えー、全2回で送らせていただきました1回目ご覧になっていらっしゃる方はどうぞ動画で見ていただきたいと思います、まあ、この動画が皆さんのね宅建の不動産登記法の特典に貢献することを願っておりますそれでは皆さん宅建の試験どうぞ頑張ってきてください、えー、私からのお話は以上とさせていただきます皆さんご清聴どうもありがとうございました